はい、友近です。いいところやっていきます。皆さん、ムーアップどうしました？まあ、全員もらえるやつなんで、必ず皆さん持ってるとは思うんですけど、まあ、成長させるのにあたって、まあ、どうしたもんかっていうのをやっていきたいと思うんですけども、まずは通気性に関しては、まあ、1つ上げてもいいですけど、1個上げるんなら、まあ、パラメータの方に振った方がいいかなって思います。で、私はこんな風に振り分けました。どうぞ。で、基本的には決定力80あれば十分かなっていうところで、まあ、シュートを1つだけ上げて、で、まあ、最初にここですよね。スピード98まで乗せるのに、まあ、12割振って、で、90の瞬発力で、まあ、ちょうど4つね、使って、あとはドリブルに、回すっていう感じですかね。まあ、もう1個上がればよかったですけど、こんな感じで、あとは、そうですね、スピード98については、まあ、調子次第で、まあ、99以上、カンストしてしまうので、まあ、そこまで上げなくてもいいかなって気はするんですけど、まあ、調子に振り回されないで、まあ、この能力を維持できるのは魅力かなっていうところで、まあ、限界値近くまで上げてます。まあ、こんなところですよね。オフェンスセンスも85まで来てるので、基本的にはかなり能力は高いですよね。あとはスピードとスタミナが同時に上がっていくので、まあ、これ98のスピードを、まあ、90近いスタミナで維持できるっていうのはかなり魅力的ですよね。はい、ではこれで確定していきたいと思います。はい、ではこちら、まあ、時間もね、もうないので、早速やっていきたいと思います。50コイン回収しましょう。はい、ではまず1つ目ですね。よし、OKOK。ナイス。いい感じやったな、今のは。いらんな。ナイス。いや、マクシマいいね。まあまあ、まあ決まりゃいいんですよ。まあまあいいか。はい、じゃあ次行きましょう。次は2ですね。課題は一緒ですね。オッケーオッケー、ナイス。うわ、なんであんな綺麗に決まるんやろな。やった。いや、入りゃいい、入りゃ。もう。あぶねえ。はい、次行きましょう。はい、じゃあ最後、書きましょう。はい、リベリー。勝てる？無理か。いけるか。いった。詰めろ。よし。うわー、いいとこ出すな。
うわぁ、簡単に取るからな。オッケー。いやー、今のカウンター良かったな。よし。いやこれはね、心折るよ。よし。まあまあいいでしょう。はい、ということで50コインいただきました。ありがとうございます。はい、では今日はこんなところで終わりにしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。